いや佐藤店長なんか降格になったんだって副店長に。なってない。なってないです。大丈夫。このね名古屋来すぎてて。いや大丈夫です。店開けるから降格とかなってない。まあ、行き過ぎとは言われますけど、ちょっとそれは注意されてる。そうです。今回 どうしたの太郎ちゃん。あ、今回あのですね、うん、どうしたの、何しに来たん。何し、うん、あのお客さんの足音だけで、うん、その音だけで、うん、あの何の靴を履いてるかが分かるようになりました。何それよ。おめえまだそんなこと言ってんのかよ。小銭でどうちゃらとかなんかテープのなんちゃらみてえな、まだ言ってんの。太陽もう31だろ。靴の音だけで俺何の靴か分かんだよなんてさ、休憩中に言ってる場合じゃないよ。本当に降格になるぞおい。今度ロケ行きたいと思ってるの、太郎ちゃんのコンビニに。この番組で新潟に、うん、いい行っても、あ、うん、はい、ぜひ現場でやりたいと思って、あの小銭のあの、ね、なるほど。そしたらもう、はい、大歓迎です、ね、唐揚げ棒とかあの差し上げます。くれる。はい、おやった、食べてください、はい、今日な何やんでっけ。そうそうそうなんですよ。靴は何だって。そうなんです、ということは、はい、あのまあ足音で本当に何を履いてるのかっていうのが分かるのかどうかっていうのをちょっとあのまた若林さんにお客様役をやっていただいて検証してみようかなと思います。本当に足音だけで靴の種類が分かるのか、今回はサンダル、長靴、革靴、パンプス、スニーカーの5種類から阿部アナが履いている靴の種類をズバリ言い当てていただきます。では参りましょうか。レッツ。いらっしゃいませ。あ、はい、今大丈夫ですか。あ、大丈夫、はい。あそこのあの、はい、プレミアムの、はい、お魚のあのパックなんですけど。あ、はい。あ、いいですか。あ、大丈夫です、はい。これってあの冷凍食品ですか。いや、こちら冷凍ではないんですけど、はい、あの自宅のレンジで温めて、はいはい、食べるっていう形の商品になってますね。あ、そうなんですか、はい。じゃあちょっとすいません、はい、あ、いいですかこれで。あ、はい、レンジの方に。あ、はい、これってあれですか、レンジってこのお店のレンジで温めてくれたりは。あ、大丈夫ですよ、はい。あ、大丈夫。あ、いいですか。いいですよ、大丈夫です。じゃあこれ、はい、お願いします。はい、あ、あと、はい、あのアイコスってございます。アイコス、あのアイコスの、はい、あのアイコスの本体は売ってないですよね。はい、本体ですか。はい、本体ありま、ありますよ。あ、本当ですか。はい、他のもなんか、あ、他の機械ってことですか。アイコスもあるっすよね。な、何があるんですか。グローとか、あとプルームテック。いつも聞くなそれ。なあ、いや、ううじゃないんだよ。なんかまだ買ってないのかよ、いつもそれ。もう買って、はい、なんか温めたりして後ろ向いて、はい、うん、早く早く、はい、うん、はい。粗大ゴミのチケットって現金じゃなきゃ買えないんだ。そうなんですよ、はい。まさくん遅いって、いつも長いよコンビニ行くの。え、誰ですか。忘れたなんて言わせない。忘れたなんて言わせない。怖い怖い怖い、やっぱ変なファンいるわ。距離感近すぎるファン来たわ。お客さんスニーカー履いてますね。やってんだよおめえ。何間違えてんだよ。なあ、ふざけんなよ。おい、佐藤大郎。敗因は何なの？なんで間違えちゃった？そうですね。なんだろうな、うん。どこで狂っちゃったの？なんか感覚。長いっすね。あ、そうか。うん、そこでいろいろ集中力が上がっちゃったんだよね。